ゴルフネットワーク幡地隆寛の78チャレンジがいよいよ始まる。そう、手前は265、ピン28。はい、お願いします。スタートホールは軽い右ドッグレッグで実測300ヤードを切るパー4。エッジが265、ピンが285ね。あ、じゃあちょうどいいんか、うん、ちょっとだけあのフォローやる。雨じゃなかったらワンオンしてたかなこの日は雨のおかげで練習ラウンドなしのぶっつけ本番。ドライバーの平均飛距離300ヤードを誇る幡地プロ、どうする？100万円目指して78スタート。おお、ドライバー持ってんじゃん。ワンオン狙い。ピンの方行ったんじゃない？いい感じですけどね。どうだろう。さあどうだ。乗ってるかもしれない。まあ、とりあえず、はい、じゃあもう一球行っていきます。なんとワンオン成功。この挑戦の見届け人であり、ワーストボールをジャッジするのは2022年アベマツアーで賞金王に輝いた大堀裕次郎プロ乗ってた。よし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 、いいな。これ大事ですね。じゃあもう一球乗せればビッグチャンス到来。大事な2球目。これもいいんじゃない？これも悪くないですよ。ちょっと右かな。さあ乗っているのかい、乗っていないのかい。やほー、乗ってる。とんでもない精度。おったまげ。今のは何割ぐらいで言ってんの？6割ぐらいです。マジで？でもこの天気やからあれやけども、うん、ちょっとフォローも入ってたんで、うん、意外とやっぱあれ出たらスプーンとかやんね、幡地やと。かもしれないですね、うん。ワーストボールは距離の遠い1球目。番組初のイーグルトライ。初っ端2アンダーならでかい。え、入るんじゃん。どのけ、惜しい。ライン乗ってたけど結構打ったけどな。打ってますね。ギュギュって止まっちゃったね。はい、これはぴったり。ナイスタッチ。あ、1球目あれに打ってたらなオッケーバーディーじゃないですか。ちなみにここから2回沈めたらバーディー賞もあるぞ。各ホール1万円ずつ積み上がるキャリーオーバー方式だから、ここで決めたら19万円ゲッツ。うまい、ナイスバーディー。もう一球ですよね。あ、そっか、もう一回入れなあかんのか。しっかり決めてきたね。さあ2球目は。ナイス、すげえすげえお見事。いきなりすごい。ありがとうございます。よし、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。まだまだまだですか。あ、バーディー取ったら終わりじゃないですか。ゴルフブレイン78。